集中できてないな、まだ体が迷っているんだ、震えてたんだ、コントロールしたってブレンダー、太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ、言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな、展望はないが、度胸でクリアするしかないや、衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ、必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュースケート、それとも敗北の不純物か、そう全ては二つに一つ、ないのはどう